호보로시마. この島はね、100年後には消えてしまうそうです。その島に行っています。こんな感じの島ですね。今からここに行っています。ホボロ島ですね。ここが特徴的。はい、じゃあこれ目の前に見える小諸島まで行ってみます。ちょうどね、今干潮に近いぐらいかな。ちょうどねこの時間を狙ってきました。というのも前にね何度か来たことがあって、その時ね満潮に近かったんですよ。だからあの島がねちょうど隠れてる、ほんと干潮に近いぐらいじゃないと島がちゃんと出現しないんですよ、あのホボロ島っつうのは。で今がちょうどいいくらいかな。とんがった岩、岩というかあそこ島だったんだけど、どんどんなくなっていってるんですよ。今のあのとんがったあの岩がもうちょっと広かったというか大きかった。でももうじきなくなるみたいな。Thank you.
い、ちょっとずれてますが、小郡島です。しかし干潮は本当、干潮と満潮の差が本当にすごいと思う。ここあれ来た時はね、ちょうどあの岩の真ん中ら辺までね、水があった。だからここの島が、ね、全然見えなかった。はい、ちょっと行ってみましょう。逆になってるかな。いやなんだろう、登ってみようか。岩が きついな。これもっとまた落ちた。ちょっとね、上はちょっと断念します。もうちょっとだったんだけど、
とこのホボロ島を一周してみます。ちょっと登ろうとしたけどまさかの滑落、マジで無理、あれは無理だわ。もうガシッと掴んだところで、掴んで体重かけたところでポロッとだからもうどうしようもないよねうわー、ちょっとまさかの滑落、ほぼろ島で。ちょっとだいぶ外に来たけど、ちょっとあの辺通ろうと思ったらね、低いから当たる、浅い、島は登れそうなんだけどね、意外にも難しい。てかね、岩がね脆いのかな、やっぱなくなっていくっていうのもやっぱりなんかあれかな、そういう岩の材質というか岩質なのかな、岩質っていうのがあるんだけど、なんか普通の岩と違うのかな、やっぱりやわいイメージが、やわいのかな、だからあれ砕けたのかもしれない。あ、とにかくちょっと焦ったというか、ちょっとダメージ食らったんだけど足に。はい、ということで、おぼろ島でした。